雨降る風の中、刀を持ちて裸足で歩く。拙者は楓原和葉と申す。四方をさまよう浪人でござる。同じ旅路を行く者同士、共に歩もうではないか。これほど美しき景色を見れば、おのずと旅がしたくなるものであろう。手元に葉があるのなら、拙者が草笛で一曲奏でよう。雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりは、もうこの刀のみでござる。大雨の中を歩けば、精神が研ぎ澄まされる。しかし雨が止んだ後は、急いで服を乾かした方が良いでござるな。海を渡る時の雷雨と比べれば、この程度は意にも介さぬ。雪は好きでござる。雪が降った後の世界は静かで、誰にも夢を邪魔されずに済む。雲一つなし、実に心地よい晴天よ。早朝に聞こえる鳥のさえずり、大自然からの恵みでござるな。さあ、正午の日差しは居眠りをしてしまいたくなるほど心地よい。休む場所を探してみてはどうでござるか。早朝に聞こえる鳥のさえずり、大自然からの恵みでござるな。さあ参ろう。拙者たちの旅路も始まるでござるよ。上に見えるは月、耳に聞こえるは風、杯にあるは酒、心にあるは安らぎ。ご機嫌いかがでござるか。風が止んだ。静かな世界、休むのに最適であるな。ではまた明日。実は大会も毎日が荒波というわけではないのでござる。天気が良い日は月光が海面を揺れ、魚群が船の周りを泳ぐ。船首から遠くを眺めれば、この旅も価値のあるものだと思える。唯一残念なのは、船員の歌声がうるさいことでござるな。あやつらは眠らなくても平気なのであろうか。楓原家はかつて有名な武士の家系であったが、拙者が後を継いだ時にはすでに武家の名以外は意味のないものとなっていた。しかし拙者からすれば、それくらいがちょうどよい。武士に裕福な生活などいらぬ。拙者たちに必要なのは、詩歌と美酒、そして手中にある刀のみでござるよ。天気の良い日は海に行ってみてはどうでござるか。神の目は力の根源ではなく、力の証明であると拙者は思う。神の目とは、前へ進みたいと思う人々の願い。拙者たち武士にとってのそれは、いつの日も手中にある刀のみなのでござるよ。剣術を学びたいなら、ふむ、これを持つとよい。先ほど作った竹刀でござる。これで打ち合えば傷を負わずに済むであろう。奥山にもみじ踏み分け泣く鹿の声聞く時ぞ、秋は悲しき。拙者は楓が好きでござる。しかし楓が赤に変わる時は、いつも別れが伴う。カモメよ、泣くでない。今日から拙者も同じく漂流者なのだぞ。北斗の姉君は拙者の恩人。稲妻から逃げ出した拙者を
姉君が引き取ってくれた。拙者が一番苦心していた時期に稲妻へ戻る勇気をくれたのだ。彼女は拙者と周りにいる全ての船員が背中を任せられる戦友なのでござる。拙者が指名手配されていた時、抵抗軍が拙者を助けてくれたのでござる。五郎とはその時の短い付き合いであったが、彼のことは深く印象に残っている。彼は言いたいことをまっすぐに言う性格で、部下と共に喜びや悲しみを分かち合い、友のために犠牲を厭わない。だから拙者は彼とは気が合うのでござるよ。稲妻を離れた後、何度も自分の胸に聞いたでござる。雷電将軍に対する拙者の不満は、あの御前試合から生じたものなのか、彼女が共に下した一振りが原因だったのかと拙者は考えた末、それは違うと分かった。拙者の友は決闘の場で堂々と死した。雷電将軍のあの一振りは間違っていたとは言えぬ。彼女に対する不満はメガリレーから来るものだ。何人たりとも他人の願いを剥奪する資格などない。たとえそれが神であったとしても。稲妻に住む者なら白鷺の姫君の名を聞いたことがあろう。神里家のお嬢様でほぼ完璧に等しい御仁でござる。しかし拙者は彼女とあまり交流がない。彼女は稲妻に対してどのような考えを持っているのであろうか。以前彼女が姉君に頼んで花火をリーユへまで運んだことがある。その時は拙者が荷を下ろしたが、大変重かったでござる。彼女以外にあのような大きな花火を作れる者などいないであろう。拙者のことを知りたいのか。見ての通り、どこにでもいる流浪武士でござるよ。拙者は耳が優れていて、様々な音が聞こえる。例えば、風が山を越える音、雲が散りゆく音、森で小狐がリンゴをかじる音、カニが泡を吹く音。これは自然と万物が拙者に与えた恩恵。いつでも危険を事前に察知することができるでござる。小さい頃は雨が好きであった。あのザーザーとした音を聞くと心地よい夢を見る。しかし今となっては雨に対する感情も複雑になったでござる。雨の音は今も好きなのだが、国運を見かけた時は、今日泊まらせてくれる心優しき方はいるであろうかと心配になってしまう。濡れた服で雨の音を聞いても、くしゃみで雰囲気が壊されてしまうでござるよ。正午の日差しで暖かくなった岩に横たわり、目覚めた後はブラブラと。刀を持っていれば拙者はどこにでも行けるでござるよ。嵐が来る時は自然の音もざわつく。拙者も耳鳴りがしてしまうほどに。もしそれが夜であれば早々に眠れぬ。少し困っているでござる。海を渡る時、最もたやすく入手できる食材は魚肉でござる。魚をどう美味しく調理するか、海を冒険する者なら皆が考えることであろう。